皆さんこんばんは、いちさまです。ついにチャンネル登録が200人超えましてありがとうございます。おそらく連休っていうのもあったり、ハケベスなネタがフレッシュな話題だったのかなっていうのでちょっと驚いてますけど、早速プレゼント企画の話をしようかなと思います。ちょっとながら作業ですいません。チャンネル登録いただいた方が応募企画の条件になりまして、この動画にプレゼント企画応募、まあそれに似たような言葉でもいいんですけど、プレゼント企画応募とかいうのを、コメントいただけたらなと思います。で、まあ、あまりチェックはしたくないんですけど、ちょっとチャンネル登録者の方だけが、まあ、一応対象になるんで、チャンネル登録が条件なのに応募しましたとかいう人がいたんで、極力チャンネル登録してない方はご遠慮いただけたらなと思います。僕が番号を返信しますんでエントリーになります。すごいクレーム言われた方がいたんですけど、コメントにアップロードされてないというか、アップされてない、こっちに反映されてない時があるんですよね。で、確認してても結局その応募しますっていうのが反映されなくて、書いてないんでもう一回書いてくださいとかいうのもあったりするかもしれないんですけど、怒らずにまたもう一回再度書いていただけたらと思うんですけど、こっちの不手際もあるかもしれないですけど、見つけられない時もありますんで、抽選発表なんですけど、とりあえず締め切りが今週の土曜日の10時くらいまでにしようかなと思いまして、商品プレゼントの商品なんですけど、紅マドンナっていう愛媛の高級柑橘のゼリーの食感がする柑橘なんですけど、結構甘酸っぱくて美味しいんですよ。でポリポリ、まあ冷凍いちごみたいにパラパラにはなってないんで食べにくいですけど、ちょっと半解凍してもらってお風呂上がりとか、あとジャムとかシェイク、皮入れるんでそのまま食べれますんで。でそれなんですけど、まあ紅マドンナっていうのは愛媛の商標登録されてるんで、勝手に名前が使えないんですよ。でなんでうちでは冷凍マドンナっていう、通称冷凍マドンナっていうので販売してるんですけど、まあそれを1キロ5名の方、本当は10名したかったんですけど、結構問い合わせがすごいんで、やっぱこの時期で加工に使いたい業者さんとか、あとお家で食べたい方のリピーターさんが結構おりますんで、その方がおりますんでちょっと品薄なんですよ。なんでその分ちょっと5名に減らしていただいて、まあ、増額もあるかもしれないです。できるだけ皆さんに食べていただきたいんで、どしどしご応募いただけたらなと思います。に応募される方もいないと思うんですけど、こういう企画はちょっと頻繁にしてみようかなと思いますんで、今回当たらなかった方ももう一回チャレンジいただけたらなと思うんですけど、300人いったらですね、まあ、100人単位でやっていこうかなと思うんで、懲りずに何回でも、当たった方も何回でもいいんで、何回でも応募してみてください。できるだけ皆さんに入れていただきたいんで、送料は着払いもしくは先払いで、うちのちょっと安くなる送料で、初払い、まあ前払いで、一様の方に入金いただける方のみになるんですけど、初払いの場合は僕に一旦入金ですね。で、今回安くなると思います。なんで初払いの方が得っちゃ得ですね。品物がちゃんと送られてくるかっていう心配点はありますけど、うちも一応販売してるショップではあるんで確実に送りします。問題心配はいりません。とりあえず皆さんはプレゼント希望、チャンネル登録をしてプレゼント希望をしてもらえたらそれでOK です。100人も登録していただいたのに応募してもらったのが10人ぐらいだったんで、結局全プレみたいになってしまったんですけど、本当皆さん応募どしどししてください。で、話は変わるんですけど、いちたまは植物愛が足りないって言って、ちょっとお叱りの言葉をいただいたんですね。僕は一応植物愛を持って、まあ傍から見たら適当にやって作業みたいになってるかもしれないですけど、一応これも
その好きでやってますんでね、別に愛が足りないわけではないと思うんですけど、皆さんどう思います？やっぱり愛が足りないですね。マンドルツアーの回でお叱りをいただいたんですけど、もう詳しくはそちらの動画見ていただけたらと、動画のコメント見ていただけたらと思うんですけど、やっぱり愛が足りないですかね。一度もそこに愛があるのかって言われたわけですけど、一応愛を持って接してるわけですけど、愛イコール好きではないですかね、もしかしたら。そんなに乱雑に扱ってるつもりはないんですけど、僕もついカッとなって反応してしまったっていうのはあるんで、その説は申し訳ないです。もし見られてたら貴重なご意見として受け止めればよかったんですけど、ついそんなに嫌だったら見なければっていうので返事してしまったんですけどね、ちょっと言い過ぎました、すいません。でまあ一応愛を持って接してはいるっていうので分かっていただけたらと思います。そんなに一人で愛が語ってたらちょっと恥ずかしいんですけど、実家の畑があるんですけど、まあそんなに広くなくて5世ぐらいなんですけどね。でその5世のハウスあのとこに畑に今さつまいもとかいろいろ植わってるんですけど、まあ、あのさつまいもだけで面白くないなっていうことで、この植物ブームが収まる頃には真の植物好きがマニアが集まってると残ってるというのを信じて、僕はそこにお店出そう、お店みたいな、ハウスみたいな、ハウス兼お店みたいな出せれたらなっては思ってるんですけどね、まあ、なんせ愛媛なんで、まあ、よくどこ出身ですかって言われた時に、愛媛ですって答えたら愛だけを認識されて愛知ってよく言われるんですけど、愛知じゃないです、愛媛ですとは言わずに、もうあそうなんですよって言ってことは流してるんですけどね、まあ、実際愛媛なんで来られる方は限られてくると思うんですけど、まあ、そんなコアな人を対象にして植物屋さんやりたいなと思ってます。コアな人だけじゃなくて新規の方もどうぞいらっしゃいませっていうウェルカムな状況でやっていきたいなと思ってますんで、もちろんこれから始めたいんですよ、始めたいんですけどっていう方もお待ちしております。まあこのブームが落ち着いてかなりしますけど、まあそんな場合じゃないんで、あれさっきのお叱りいただいた話になるんですけど、アンチコメントもちゃんと受け入れて話すっていう、対応するっていう、アンチコメントもお待ちしておりますよっていうことを言ってたんですけど、それてっきり忘れてまして、削除してしまいましたね、コメントを。その動画が悪影響を受けないかなって、そのコメントによって悪影響を受けないかなと思って、あえて触らぬ神にたたりなし的な感じで触れずに置こうと思ってたんですよ。その点もちょっとお詫びさせていただきます。皆さんからしたら相当なガキなんで多めに見ていただけたらと思うんですけど、僕こんなくだらない動画を見ていただけてるんで、それこそありがたいんですけど、やっぱりコメントでそうやって言っていただけるだけでも十分ありがたいですね。ちょっとまだまだ反応が子供で申し訳ございません。これからは素直な気持ちでコメントは受け入れたいなと思います。なんでアンチコメントも、まあアンチしてほしくないですけど、アンチコメントもお待ちしております。できればそこがダメとかそこが気分悪いとかじゃなくて、何がダメなのかと言っていただけたら本当はこっちも分かりやすいんですけど、それがないとどうしても
なんか嫌味に感じてしまうんで、よければ具体的なことを言っていただいてアンチいただけたらと思います。僕は何を言うか今よく分かってないですけど、販売がメインじゃなくて、これ僕のあの観察ログっていうか未登録ですからね、まあ、観察販売もゆくゆくは大きくしていきたいなとは思ってるんですけど、メインは未登録です。多めに見ていただけたらと思います。あれ、これ100均に新登場してましたね。まあ、僕がたまたま行く100均が白しか売ってなかったっていうのもあるかもしれないですけど、白って劣化しやすいですからね。これ外置いとくことが多いんで、グレー最高っす。ダイソーに売ってます。まあ、皆さん持たれてるかもしれないですけど、あと最近よく出回っとるのが、あの蓋が別売りのトレーですよね。これです、これです。これよく皆さん使われてますね。これマジでいいです。案外丈夫ですし薄いですけど、まずあの外に置いとくことによって劣化するかもしれないですけど、あの日陰とか室内管理だったら全然これおすすめですよ。1枚100円なんで、僕だいたい5から10個まとめ買いするんですけど、あとこれも100均で売ってますからね。これ100円ですよ。これめっちゃいいですから、おすすめです。だいたいその3つ、まあこれはあんまり買わないですけど、まあ、なくせばまた買いますよね。こんな感じと、ペンライト、ペンライトでね、庭が暗いんでこれ使って、まあ、これ安いですけどね、チャッチーですけど、ないよりマシです。いつ入れたり、まあ水で腰水してこういうのを発根管理させたりするときにこれは重宝しますね。100円がいいですね。100円がそれがもう一番魅力的です。ベニマドンナの写真後で載せてきます。ちょっと今手元にないんで、こんなのが前に出てました。まあ前応募された方、前追加で購入いただいた方にはある程度ご認知いただけてるかなと思うんですけど、そう、今どんなのかわからないっていうので、ここら辺か、ここら辺に前の動画のスクリーンショットもしておきますので、ご参考にいただけたらと思います。あ、こんな感じで200人突破のプレゼント企画の詳細についてでした。また分からなかったらいろいろとコメントいただけたらと思います。こんなしょうもない動画お付き合いいただき、チャンネルにお付き合いいただいてありがとうございました。そしたらまた次は300人よろしくお願いします。一応目標にしては収益化できるくらいが欲しいんですよ。その方がプレゼントもどん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 、植物のいちごとかみかんもあれですけど、植物をプレゼントできるようになるんで、プレゼントします植物を。なんでできれば1000人くらいは欲しいですね。今僕のチャンネルってなんか広告が入ってるんですけど、その広告がなんか勝手につけられてるのに収益入らないのに結構ムカつくんですけどね。まあ皆さんもなんでこいつにCM がついてるんだというので腹立つかもしれないですけど、広告はさっさと飛ばしていただいて見ていただけたらと思います。なんで広告が入ってるかわからないんですけどね、Google さん勘弁してほしいんですけど、一応収益化はしてないんで、人数足りてないですし、なんでしてないですけど、収益化できたら植物をボン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 プレゼントしていきたいなと思っています。なんでよろしくお願いします。まあ、最後にさっきの100均のアイテムで化粧品コーナーにこういうのが売ってるんですけど、チークのブラシとかアイシャドウのブラシですね。これも受粉作業にめっちゃぴったりなんですよ。パキコには難しいですけどね、なんか
つまようじで割らないといけないんで、なんでこういうこういうのも使ってみるといいかなと思います。粉のりがすごいいいんで、なかなか化粧品コーナー行くのは恥ずかしいですけどね。はい、そんな感じで本当200人登録ありがとうございました。まだ次今210人くらい行ってるんですかね。まだ次300人を目指して頑張ります。皆さん、こんなつまらない動画ですけど、またよろしくお願いします。じゃあ今日はちょっと長くなったんですけど、めっちゃカットしますんで、すいません長々と。それではご視聴ありがとうございました。